めちゃごちゃごちゃしてるやん。戦隊大失格4話を見ました。正直今回は情報を詰め込みまくってるので理解するだけで一苦労の回でした。順に起きたことを振り返りましょう。正1位のドラゴンキーパーたちと側近の11位が顔を合わせての大直来が開催。その場でシングが強奪されたと告白するレッドキーパーに、前々からその地位を狙っていた側近の11位が辞職を強要するも、力量不足で返り討ちに、というか殺された。鈴切りによるとシングの情報を外部に流出させていたのは彼だそうで、イエローキーパーの側近である鈴切り以外にも野心を持つ者が存在する。大戦隊の現状に失望した桜間もそうですが、組織が一枚岩でないことがわかります。また桜間響という人物の詳細にも触れられ、特殊な信仰を持っていた両親に育てられていたようで、両親の教えと大戦隊への憧れで板挟みにあっていたようですね。大戦隊が野蛮な存在だとしていた両親の見立てはある意味当たっていたのですが、そんな桜間の両親は自身を神と名乗る謎の怪人フェルトロらに殺害されました。そう、3話のラストで大戦隊の隊員たちを攻撃していた謎の怪人です。しかし名前や簡単なプロフィールが公式サイトで紹介されている以外は全て不明。この怪人がどこに所属し何を目的としているのか、対面した桜間はなぜ生かされているのか全く分かりません。分からないまま話が戦闘員リーと桜間の関係性が出来上がる方向に持っていかれるので頭が混乱します。何はともあれ、以上のような経緯もあり桜間は入隊した大戦隊の改革を志すようになったとのこと。そのため戦闘員Dに興味を持ったようです。そんなDと桜間がブルー部隊の隊員に捕捉され大ピンチに陥るのですが、個人的にここの戦闘や駆け引きが駆け足で描かれたため、正直もう終わったの?というスピード感で何が何やらという印象でした。リーと桜間の入れ替わりやシングのギミックなどを生かしたテクニカルな場面だったとは思いますが、視聴に使う時間が強制的に決められているアニメの媒体では理解するのにあまり向いていない演出をしてしまったのかなと。これが漫画だったら自分なりに時間をかけて読み解くこともできるのですが、リーに見せかけるため自らの手を迷うことなく切り落とした桜間の覚悟が中途半端に見えてしまいました。物語の進展は多く今後の鍵も見えましたが、じっくり楽しめたお話ではありませんでしたね。来週はゴルフ中継のため一週お休みだそうです。そんなところまで戦隊オマージュをするとは芸が細かい。今回は以上です。皆さんの感想もコメント欄にお寄せください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。大直来の場でレッドのシングが戦闘員Dからさらに何者かの手に移ったことを可能性として指摘した鈴木り。戦闘員Dがどこかに隠したという可能性だけに留めておけばいいのに。ともすると自分がシングを所持しているとバレる可能性すらあり得る危ない指摘。そんなことをなぜわざわざする必要があったのか。それは戦隊が一枚岩ではないから。レッド側近の11位でも野心をむき出しにしている状況だ。そこに怪人以外が関与している可能性を示唆すれば大戦隊内部は疑心暗鬼に陥るのではないか。もしそこまで鈴木里が考えていたのだとすれば。チャンネル登録もお願いします。